こんにちは。今日もタラの手心のクリニックのお時間がやってまいりました。よろしくお願いします。今日は何日だ。今日3月20日ね。そうですね。ただいま収録です。はい、はいはい、よろしくお願いします。天の声さん、はい、どうも。今日は3月20日の分を収録しちゃってます。はい、ということで、また自宅から群馬ちゃんとともにあ、これなんか垂れてるよ、いしょ。はい、なんか群馬ちゃんとともに、群馬ちゃんの親子ですねこれね。そうそうそう、すごい仲良さそうでね。なんかそういうの見るとなんか家庭っていいなと思いますよね。家族っていいなってなんか思います。それ天の声さんも家族いるよね。家族ですか。まあ家族いますけど、改めてこう、うん、なんかね、ぐんまちゃんを見ると、うん、なんかそう思うなっていう、ね、はい、いいですね。家族、うん、家族じゃーんってね。おお、いいですね。ぐんまちゃんも幸せそうですね。やっぱりぐんまちゃんゆるキャラ的に可愛いですよね。まあ可愛いですよね、確かに ね、うん、まあ手前味噌ですが群馬県人だから、はい、うんうん、それは可愛いですよ。群馬ちゃんね、可愛いですよね。子供は可愛いし、群馬ちゃんも可愛い。だんだんこう親しみが出てね、毎回見てるんで群馬ちゃんに親しみが出てきましたよね。あ、はい、そうよね。だって FM ルピナスでこんな被り物してるのは私しかいないって聞いてるから。いや、そうですよ。はい、前一人いたんですけどすぐ終わっちゃったんで。え、そうなの。そうなんですよ。もう知恵先生だけです ね、 これね。あら、私だけ、はい、そうです。これかぶってまだかぶってる人がまあ中身ね、うん、そのギャップがいいと思うんですよね。そうね、はい、はい、これかぶっててお笑いをやってたらそのままだなっていう。うんうんうん、これかぶってんのに心の話しちゃってね。うん、まあそんな人の話は聞きたくないよって思う人もいるかもしれないですけど、まあギャップはね、え、うん、意外と話を聞いてみるとすごいじゃんみたいなね、そういうのはありますからね。そう思っていただけると嬉しいです。はい、そうですね、うん。で、今日のテーマはですね。え、そうね。今日のテーマは、はい、ピンチはチャンスということで、よく言いますよね、これね。言いますよね。うん。うん。確かに。そう。前回のね、ちょっと話の続き絡みでね、はい、ピンチはチャンスだねっていう話をね、しようかって話でしたね。よくね、スポーツもあるんですよね。野球とかもね、うん、ピンチの後にチャンスがあったりとか。あるある、うん、あるあるね、うん、うん、あるある。人生もこういうことですよね。あ、そうです。人生崖っぷちに来てからがなんかね、ガーって伸びる人いるじゃないですか。まあ崖っぷちは生まれてきて一度や二度はあるもんなんですかね、うん、人間っていうのは。そうね、崖っぷちってあるんじゃない。うん、ね、そう考えると、うん、こうね、みんないろいろ生きてますけど、うん、みんな大変なんでしょうね、ねきっとね、そうね、崖っぷち、うん、崖っぷち、あったかな私も。でも、うん、意外と かわいい崖っぷちだったかもね、まだそうですね。それは多分当時はね、うん、そんなことないと思うんですけど、うん、今思うととかっていうふうに、そうね、まあ、言えるようなね、うん、なればいいと思うんですけど。そうですね、まあ、はい、崖っぷちっていうよりはピンチはチャンスぐらいになるといいですよね。逆にね、ずっとピンチはピンチの人もいるじゃないですか。確かに。いや、ピンチだからピンチはピンチだろみたいなね。そうね。そういう人はピンチはチャンス、ずっとピンチはピンチなんでしょうね。うん、うん、そうなんですよ。だからピンチがどうチャンスに変わるかっていう感覚を持っている人はね、うん。だ、一騎地獄ですよね。そのピンチはピンチだろっていう人は、ずっとピンチが続くから生きてていいことがないわけじゃないですか。そうなんですよ。そういう人も多いですね。うん。結構なんで私ばっかりとかさ、ね、思う人もいるじゃん。うん。大変ですよね。そういう人生を生きるっていうのは。うんね、そうそう。うん。でもみんな大変よ、平等だと思うので。うん。でもそういう人って、私だけみたいな言うじゃないですか。そうそうそう。多いですよ。妊活の人も。なんで私だけこんなに子供授かれないのってよく言ってる。うん。
本当ですか。それなんだよっては思ってるんですけど、でもその時のかその子たちはそうね、なんで私ばっかりとしか思えないわけだから、でもそれが変わっていくんですよ。なんか私これ意味あったんですね、不妊になっちゃったのとかね、なかなか授かんないの意味があるんだねって気がつくと、みんなガラッと変わっていくんですよ。ああ、そうなんですね。そうすると、前回ちょっと話したけど、お金引き寄せる人まで発生するわけですよ。そうですよね。うん。そういうことであれば、このピンチはチャンスという言葉はよくあるんですけど、はい、これはとても大切な言葉だっていう、そういうことですよね。あ、そうです、そうです。ね。はい。うん。そうなんです。じゃあ、だからなんかあっても、これはチャンスだと思えるようなマインド作り。あ、そうです、そうです。ね。はい、ね、それにはそう、それにはこの前あの天の声さんが言ってたあのね、あの天国言葉とか最高ですね。そう、失恋してね、もう全てを失って自殺を考えたって、僕のね、もうピンチ。それすごいよね。そうですね、だからバンドマンね、結構大変だと思うんですよ、バンドマンのマインドって結構まずい、まずいというかですね、社会を知らない人多いと思いますよ、あのバイトぐらいしか知らないんで。あ、そっかそっか、やっぱりそのね、バンドの世界に入ってるから他のものを見てないんですね。そう、あとね、バンドというのが生きがいなので、バンドを失ったイコール自分の、なんか、自分を失ったのと同じ感覚に陥るんですよ。うわ、ろくに働いてないくせに、そう、あの社会人にも出てないくせに、まあ、僕もそうなんだよね、でもね、こう例えば同窓会行った時も、みんなサラリーマンの話をするんですよね。部長になった、ね、課長になったとか、家庭を持つとか、それよりも、あの、まあ、実際、まあ、フリーターとかニートみたいなもんですよね、バンドマンは。でも、その人たちよりも上だと思ってるんですよ。不思議と。そうなんですね。いや、俺バンドやってるし、みたいな。すごい。そう、だから、君たちよりも上だよ、みたいな、っていうのがあるんですよ、なんか。まあ僕だけかもしれないですけど、僕はあったんですよね。あったんですね。同窓会に行っても、プライドが。そう、あの、俺は好きなことやってるし、みたいな。君たちみたいにね、あの、毎日同じ時間行って、サラリーマンとかつまらない人生じゃないんで、みたいなっていう、なんかプライドが、変なプライドがありましたね。そうだったんだ。そうです。面白いな。だそういう人が多いと思います。バンドマンは。そうだよね。確かにね。でもね、それで食えてるわけでもないし。ね。ああ、そうだよね。そうそうそう。うん、だから、意味がわかんないんですよ。だから普通に冷静に考えたらですよ。ただのアホなんですよ。そうね。でもなんかね、おごり高いっていうか。まあだからそれだけ好きなことをやっているってことよね。そう、楽しい。だ楽しかったです、人生は。でしょうね。楽しいんですけど、まあね、あの、変な人だね、みたいなっていうところもあったと思います。でもそのままずっと行くはずもないですよね。今考えれば。まあね。だってお金稼いでないんだから無理があるよね。無理が、そう、借金はあるわけだし。でもね、見え張って車も買うし、みたいな。あ、そうなんだ。見えまで張っちゃったんだ。見えっていうか、車は普通に欲しいな、みたいな。まあ、そうだよね。そうそうそう。ね、で、ずっと、ライブばっかやってるんで、月に12、3本やってるんで、その時働かないし、出費の方が多いし、だから、そうだよね。めちゃめちゃ貧乏ですよね。確かにね。でも女も欲しいし、みたいな。そうだよね。でもそれ大事だよね。貧乏なのに。ね。彼女欲しい。しょうがないよ。みんな思うんだから。そう。本能だから。お金はないけど、みたいな。そうそうそう。いいね。若いな。いい感じ。時間もないから、でもね、結構ね。ああ、そうね。バンドマン忙しいよね。バンドマン忙しいね。そうそうそう。まあ、そういうような。で、全部して。なるほど。そしたら、やりがいとか、その、サラリーマンに、なぜかだからサラリーマンを目の敵にしてたわけじゃないんですけど、ああ、サラリーマンに負けたか、みたいな。何も失ったってことは、サラリーマン以下になるわけですよね。まあ、もっと言うと、現実逃避してたからね、最初から。そう、現実は見てないですね。ね、そう。だから壊れちゃったんだね。現実知らなかったですね。大学までは行かせてもらったんですけど、
うんうん、そこからね、バンドに走るみたいな、そこからみたいな、ね、えー、みたいな。そうだよね、うん、だからなんか現実見たくなかったんでしょうね。そうですね、就職する気もないしね。うん、うん、そうですね。ね、うん、そっか。本当は理解、教師目指してたんですけどね、うん、ああそうだ、どっかで聞いたことありますね、言ってましたね、天の声さん。ええー、うん、まあ教育実習とかね、ね、教員免許は持って卒業はしたんですけど、うん、ね、うん、なんかね、違うなっつって、うん、でバンドだなみたいな、バンドに逃げちゃったんですね。うん、どうなんですか、やっぱ楽しいことをしたいなっていう、うんうんうん、そういう思いからね、うん、そうですね、まあ、そういうことは思いはいいと思う、いいことだと思います。あ、もちろんもちろん、趣味をね、はい、やりたいっていうのはいいことですけどね、うん、やり方がちょっとね、現実を見ずにもうそこだけに突っ走ってるっていうね、そういう話だよね。そうだよね、うん、無理があるもん、お金がないとかね、そしたら彼女も逃げてっちゃうよね、うん、そうだから彼女もね、その時逃げられたのは、うんうん、お金がある人と出会っちゃったんですよね、うん、あー、やっぱりね、やっぱお金があると、まあデートも、うん、まあ食事のあれ違うじゃないですか、うん、デートレベルが、うん、うん、僕のデートは散歩ですから、うん、おー、で20円とか30円しか持ってないんですよ、ポケットに。ああ、そうなんだ。で、スーパーとかドラッグストア行って、うん、本当にもう、うん、今日は賞味期限で30円とかあるクリームパンを、うん、お、うんうん、30円でやったっつって買うんですよ、それを半分ずつ食べるみたいな。ああ、ちょっと悲しいね。うん、まあ、その時はその時楽しかったんですけど、あと100円でなんかバスがずっとぐるぐるしないバスを回るみたいな。うん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 、100円でずっとバス乗ってるみたいな、うん、そんな、それでデートなんだ、うん、デートですね。あ、そういうデートしてたんですけど、まあ他の、ね、うん、社会人の人は、まあ、カラオケ行ったりとか、うん、ちょっと美味しいものを食べ行ったりとか、うん、まあ、ディズニー行ったりとかできるんじゃないですか、うん、その差、そうだよね、差をね、やられたんですよね、社会人の人に。うん、そう、そしたらそっちの方に、うんうん、出会っちゃったんだ、た、社会人の人に。そう、あのほらね、あの職場が変わったんで、うん、その新しい職場の人だとみんな働いてるじゃないですか、そこでじゃあちょっとカラオケ行こうかみたいな、いろいろね、あるじゃないですか、飲み会とか、うんうんうん、そういうの行ったりとかして、うん、その僕とは次元が違うところを見るわけですね、うん、で僕はあの気づかなくて、バンドをやってるから俺かっこいいだろうみたいな、他の人とは違うよっていう方が上だと思ってたんで、お金がなくても夢がある方が、ね、みたいなね、うん、かっこいいんじゃないかなっていう、それはだから女性の性質を知らなかったですよね、うん、そうね、まあ多分その子はね、結婚まで考えたんじゃないですか、となるとちょっと現実味がないんだよね。そう、女性はね、結構現実味を、うん、がね、あの大事だっていうふうに、うん、その後ね、まあ、あのいろいろ習う、うん、習ったりとか、まあ言われたりするんで、うん、まあそれだろうねっていうところですね、うん、なるほどね、はい、え、そっか、え、うん、その彼女はその方と結婚しているんですか。いや、もう音信不通なんで知らないですけどね、わかんないんだ、もうそっか、どうなったんだろうね、会うこともないんで、まあ、電話も僕消しちゃうんで、あ、そっか、うん、な謎なんですね、謎ですけど、まあ、あの、まあ、分かれた原因は多分そこじゃないかなという推測、うん、あ、そうだね、はいはいはい、なんかうん、大変だなと思っちゃったんだろうね。はい。まあね、そこもそうですし、うん、まあ、バンドと仕事もね、首、うん、と、うんうん、解散みたいな。ね。感じになってるんで、ね。すごいよね。全部、うん、全部一緒に。天中殺かって感じですね。そうですね。まあ理由もね、それぞれやっぱり自分が悪いんですよね。うん、自分が悪いところもあると思いますけどね。そうだったんだ。ええー。そう。まあバイト、まあ、バイトって仕事もね、クレームです、うん、僕のクレームですから。あ、そうだったんですね。僕の対応が悪くて、うん、ええ、怒られちゃったんだ。うん、まあ営業の仕事だったんでね、お客さん富士山よりも高い料金で使うんですかみたいな感じで言っちゃったんですよ。そういう皮肉のね、皮肉のこうジョーク的なやつがもうカチンときちゃったの、すごい。ああ、そう、そう、そんな、そういう表現、その表現はね、うん、うんうん、よくないじゃないですか。確かに。そう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 。それでね、クビですね。その、うん。なるほどね。いろいろついてなかったんですね。そうですね。その時はね。まあ伝説ですね。うん、その、僕的には、うん、
そんなことよく言うたなと思って。うんうん、ねえ。うん。本当ですよ。そうそうそう。だから、そうやってピンチが重なったんですよね。重なりましたね。なるほど。ピンチはピンチだと思ってました、その時は。ね。うん、うん、ピンチ、うん、ピンチはピンチですよね、それね。やっぱりあ、ピンチはピンチね。うん、そうだよね。どんどんピンチになっていくわけですからね。うん、どんどんピンチに。あ、首か、みたいな。そうだよね。だけど、うん、そこから立ち直っていくんですね。そうですね。そうですね。まあ、立ち直ってなければ死んでると思うし、うん、生きてるってことは立ち直ったっていうことだと思うんで。ね、うん、すごいよね。そっから、なんかこう、大逆転、なんか、まあ、野球で言えば9回裏?9 回裏。9回裏。あ、そうですよね。まあ、うん。うん、2ストライク、3ボールぐらいの勢いでしょ。そう、追い込まれてましたよね、やっぱり。うん。まあ、でも今、カキーンってヒット打ったんですね。そうそう、今思うとね、そんな悩むことではないじゃないかなって思っちゃうんですけどね。まあまあ、その時はね、悩むんですよ。そうで。後でこう振り返ってみると、あーってなるんですけどね。第三者的に見たら、別に、普通、うん、何もないんでしょつって。じゃあ、うん、彼女を見つければいいし、新しい仕事をつけばいいし、うん、みたいな、うん。それで終わりじゃない、ね、みたいな感じで、ね、終わる話だと思うんですけど。ね、うん、うん。え、その後、彼女は見つかるんですか、ちなみに。仕事始めて。あ、そうですね。彼女は見つかって、うん、仕事も、まあ、うん、すごい、大金をいただける仕事について、みたいな。すごいよね。そうそう、もらってる金額がね、どんぐらいだろう。8倍。うん、7倍から8倍ぐらいだったかな。なんかよく分かんない金額だね。そう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 。そのぐらい。すごい。うん。だから、えって。やってることはもっと楽なんですよ。怪しいことじゃないんです、うん、全然。うん、ま、怪しくないんでしょ、まあなんか営業さんで。まあ営業、まあ言うと、まあ普通に NTT のインターネットの、うん、普通に言って、まあ言っていいんだよ。大丈夫だよ、普通に。うん、NTT さんなんでね。うん、当時、フレッツ光っていうのが流行って。うんうん、それをどんどん入れてるときね。うん。ADSL から光に切り替える時代だったんですよね。ああ、その時なんだ。はい、いい時にバイトしたんだ。ああ、っていう、そういう案内をする仕事なんで、うん。全然真っ当なんですよね。そうだよね。うん、真っ当ですね。うん、全然。今度変えませんかみたいな。そう、変えたら、ね、早く、速度も速くなって安くなりますよっていうだけなんで、そんなに難しくないですよね。うん、そうだよね。うん。うん、それがね、結構みんなできないんですよ。うん、え、あ、そうなの？そんな簡単なのに、取れないんです、うん、みんな。あら、なんで取れたんですか？天の声さんは。簡単じゃないですか、だって。だって、ADSL より光の方が早いし、うん、料金が安くなるんですよ。うん。うん、やらない手はないですよね。うん。だから簡単に取れるんですよ。うん。で、これでも取れない人いるんでしょ？取れない人の方が多いですね。ああ、何なんですか？わからないで、僕も。え、なんで取れないのって逆に。おう。うん。ね。それが、ピンチがチャンスに変えた人の言葉だね。なんでって。うん、不思議で、しょうがなかったですね。うん、もう簡単ですよ、本当に。そしたら、まあ、営業職で、うん、まあ、すごいねって言って、営業は取れば取るほどお金がもらえるみたいな。うん。うん、ですよね。で、まあ、常にトップみたいな。面白かったですね。面白いですね。あ、営業って嫌だな、ね、ずっとイメージあったんですけど。うんうん。あ、簡単だな、みたいな。営業向いてんのか、みたいな。うん。特に、まあ、ちょうどいいやつだったんでしょうけどね。うん、そう、ちょうどいい、良かったと思いますね。うん、はい、そうですよね、うん。私ももしそれだったら、ちょっと営業したかったかも。今度便利ですよ、光で、とか言って。いや、そうですよ。絶対ね、うん、今はもう光あれだけど、うん、うん、そうやってピンチがチャンスに変わっていくんですね。そうですね、うん、そしたら額もね、ぐわってこんなにもらえるんだっていうのと、あとね、うん、それでどんどんこう、うん、マインドを磨いていくわけですよね。そこからはそうですね、天国言葉、うんうんうん、ありがとうございます、ね、感謝してます、そういう言葉しかもう使わなくなっちゃったんで、うん、お客さんとかにも響いたんじゃないですかね。なるほどね。そうか、お客さんに対してもありがとうございます、感謝してますって言ってたんですか？そうですね。昔は、そのクレームで辞めたって言ったじゃないですか。うん、ええ、ええ。富士山のように高い金額で使うんですね、みたいな感じで。喧嘩を売ってるわけですよ。なんで入らないんですか、みたいな。
ムカつくなみたいな、ええっていう言葉遣いですよね。言葉遣いというか、うん、まあ気持ちが、うん、あ気持ちがね、うん、今はあの、うん、ね今はっていうかまあその後はもう全然違う、うん、違うのでそのマインドも、なるほど、うん、断られてもあの、うん、全然あの全然早く断られた方がいいなと思ってるんで、なるほど、やんない人は絶対やんないんですよ。そうだよね、うん、だからもう、うん、あの早く引き上げてもうあの、うん、やりたい人にだけあの良さを伝えるっていうそういう、うんうん、マインドなので、でなるほどね、ガラッと変わったんだ。そう話も聞いてくれるし、うんあのうん、一生懸命説明するし、うんうん、昔は断ってる人を無理やり入れるっていうそれが美学だったんです僕の。ああ、うん、なんでやんないんだっていうな、うんうん、ああ最初は断ってる人を入れる美学、そう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 、営業、うん、営業っていうかね、まあ、テレアポ時代ですね、うんうん、僕がテレアポ時代ね、はいはいはい、うん、その後の営業ではこあの入れたい人だけを入れるって感じ、入れたい、まあ、まず探パッて入って関心ありますか、うん、って聞いてないって言ったら、うん、ああ分かりましたで、ね、どんどん行って関心ありますか、うんうんうん、って聞いて、うん、まあまあとかってそういう人にだけもう全部話すって、うんうん、そういうスタイルに変わったんですよ。なるほど。それは自分で学んだんですか？学びましたね。あの、どんなにいいトークしても、どんなに良さを伝えたとしても、うん、関心がない人には時間の無駄だっていうことがね、分かった、うん、分かったんですよ。あ、営業の練習してて分かったんですね。もうあの、経験してて。なるほど。もう2、すごいね。2時間粘って頑張って撮って、うん、次の日キャンセルっていうのはもう精神的にボロボロになる、うん、になることを学んだんで、ね、がっかりしちゃうもんね。あんだけ粘って、うん、あんだけ口説き落として、うんうん、契約取ったのに次の日キャンセルって何、うんうん、みたいな。そうだよね。そのねエネルギーっていうのがね本当大変なんですよ。そうそう、もったいないよね。そう、喜びもねすごいんですよ。あの人逆転してやったっていう、うんうんうん、喜びが多いだけにあっさりキャンセルされた時に、はい、うん、本当にがっかりがっかりしたのはもう経験がすごいので、なるほど、あダメなんだなって結局、うん、ちょっと冷めるじゃないですか、ね、人っていうのは、うん、その時はこう燃えてて、あいいねじゃあやるよってなっても、ね、次によよく考えたらもともとやるつもりがないんで、そうだよね、そう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 、うん、ADSL 引いてパソコンいじってる人だったらきっと良かったんでしょうけどね。そうですね、そういうだから最初に関心ありますかとか、うん、料金安いことに、まあ、関心ありますかとか、そういう、ね、キーワードだけ言ってそこの、うんうんうん、食らいつきとかね、そこら辺だなっていうのは ね、 ね、そっか、うん、そうやってピンチから学んだんですね。どんどんそういう技術を学んでって、うん、まあ、人に時に磨いていくと、うんうん、だからね、そういうやっぱお金持ち、お金に関して学ぶので、うん、お金を儲けるには投資家起業しかないみたいな感じであったんですよね、うん、そうですね、なんか、うん、起業だな自分はみたいな思った時に、起業したいな起業したいなと思ってると起業しようよっていう話が僕に来るんですよね、うん、あさすが潜在意識の引き寄せだね。そう、そこからですよ、あのそういう引き寄せとか思ったことがどんどんそういうふうに実現していくから、うんうん、とりあえず言葉に出すこととそういうふうに思うこと、そうそうで今目の前にあることを一生懸命やることっていうのをひたすらやり続けるっていうところに没頭していったっていう、うんうん、まあ、そういう僕の30代前後ぐらい、30前後の、はい、話ですね。そうですか、うん、ということはピンチはチャンスでね。そうですね、まただからその中でまたピンチとかいろいろ訪れるんですけど、いろいろね、うん、まあ、ちっちゃいピンチありますよね。ピンチピンチってね、でまたチャンスってなるんですよね。そうですね、まあそのうん、まあ、結局はだから、ね、そういうになったとしても、うん、まあピンチもあるし、うん、ね、そうね、あのいつでもピンチはあるんですけど、うん、でもまあそのためにやっぱりね、いい言葉を使って、そうですね、ね、ぜひね、うん、前向きにね捉えて、そうそう、こういうふうにしていこうみたいな感じで行動をするっていうことはもうひたすら繰り返してやっていったと思いますね、うん、なるほどね、そうやって、はい、そうやってこう20代の頃のただ楽しければいいから、一回全部なんかね、うまくいかないことで新しいことを学んで
マインドが変わって今度はいいものを引き寄せるようになったんですね。ヒュッヒュッヒュッってね。そうですね、まあ、そういうのはこまめにやりますけど、うん、やっぱりここの時期のね、あの彼女と会社とね、うん、バンドを失ったっていうのが多分僕にとって一番のピンチだったんで、うん、ね、そこからガラッと転換しましたね。 そこからはもうあのそのマインドに変わったんで、うんうん、やっぱこう大きなことがないと人は変わらないと思いましたね。あ、そうですよ、やっぱり、うん、言っても分かんないんですよ。そりゃそうです、本人が一番痛い思いしないと変われないんです、はい、うん、だからそれが妊活もそうだと思ってて、うん、はい、妊活がうまくいかない人はほらね、もう追い込まれちゃうから自分が変わらないと変われないでしょ。はい、うん、だからそう一緒なんですよ。そうだからあの人生において、うん、ピンチがない人は、うん、そのままじゃないですか、ぶっちゃけ言うと。そうそうそう、だからまあすごく安定してていい状態にそもそもいるのか、あのもうなんかそれさえも気がつかないで低迷な状態で多分ね、ほとんどの人は低迷してると思いますよ。もちろんホリエモンさんとかね、そのひろゆきさんとか有名な人とかは、うん、過去にじゃピンチもあっただろうし。そうですね、ホリエモンさんなんかすごいですもんね。いや、もう捕まったりとかもしてるし、ピンチもあってると思いますけど、ね、うん、まあ、そういう人でさえ、うん、ね、あ、もうあライブドアですごいお金持っててもうずっと成功者だっていうわけじゃないじゃないですか、ね、その後もやっぱり事件ね、潰してやろうっていう輩がいっぱい出てきて ね、あの潰されたりしてますもんね。潰されるわ、有罪判決をなんだか知らんけど受けるわ。そうそうそう、だから ね、あのそれなりのやっぱりそのピンチはね、うん、みんなあるけども、ありますよね、まあ、ね、そこからまた今すごいね活躍してますし、さ、うん、すごいよね。だから私もきっとピンチあったんだろうけどね、気がついてないのかな。う、ね、どう、いや、気が知ってるはずですよ。ええ、知ってるんですけどね。ここで言っちゃうとちょっともったいないから言わない。まあまあまあ、あの取っといて、あのなんか講演会があるって聞きましたんで。え、なんか講演会ね、いつかしようよって天の声さんが天国から言ってたんで。その時にその話をしてもらおうかなと思いますけどね。そうね。はい。そうね。ええ。ぜひぜひ。まあ、そうですね。ちょっとびっくりする話ね。うん、でも人は結構人の不幸ってね、蜜の味って言いますけど。ええ。まあそういう話はね、やっぱ楽しい、楽しいって言っちゃいけないですけど、ちょっと興味があったりとかね。うん、うん。そうですよ。いいんですよ。うん、で、そこからどうやってこう、逆転していったのかなとか。うん、そうですよね。どうして FM ルピナスが生まれてんのかなとか。そう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 、なぜ、だって天の声さんの話もいいもんね。うん、うん、まあ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 ね、なんでね、こうぐーまちゃんかぶってんのかなとかね、うん、なんでかな なんでそんな思考になってんのかなとかね。うん、なになになぜぐーまちゃんをかぶる思考にたどり着いたのかな。あ、思考ね、うん、なぜみたいなね。そうしかも本丸ラジオでもかぶっちゃってるのにね。ああ、もう定番ですね、もう。そう、でもかぶってるけどあれは画像ないからね。ああ、そうですよね、はいはいはい、そうそう、うん、意味でもかぶってやってます。そうそうそうですね、そうそう、だからそういうのをね、うん、ね、あの知るのも大切だと思うんで。そうですね、そこから学びが ね本当ありますよね。そうですね、いろんな学びがありますよ、はい、うん、ピンチはね、だから経験した方がいいと思いますよね。その、あ、そうです、そうです、うん、ね、後から後々よかった、うん、あれがあったからよかったなって言えるようなその後の人生を生きろっていう話なんですよね。その通りですね。そう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 、うん、だから悩んじゃったら、まあ、その時また考えようって感じで、まずは前に進むといいよね。そうですね、うん、そうするとまあ、あ、ダメなのかって。でも神様ね、うん、僕いると思ってるんですけど。あ、いるんじゃないですか、うん、ね、だからな、何かピンチでも、うんうん、なんとかなるって思ってるとね、神が救ってくれるだろうみたいな感じで思ってて、全然救ってくれると思うんで、うんうん、そうそう、ちゃんとあの、うん、何かがこう巡り巡っていい運気が流れてきて拾い上げてくれますよね。もうね、なるようにしかならないんでね、この世の中はね、うん、本当ですよ、うん、だって私がこれ被ってね、ラジオに出て、まあ、YouTube かね、うん、なんか1年も喋ると思わなかったもん。本当ですよね。本当ですよ、1年超えちゃった。
奇跡ですよね。ええ、本当です、はい、うん、ね、それもルピナスさんができたからでしょう、うん、ね、本当に、ね、そう、もうそうよ、そう、ルピナスも1年ちょっと ね、 ね、 ね、1年、どのくらいだっけ、1年3ヶ月ぐらい、1年3、そうですね、4ヶ月ぐらいですね、うん、ね、そうですよね、比較的初期に、ま、うん、混ぜ混ぜしてもらって、うん、はいはいはい、これからも ね、ちょっとそういうものを学びながら ね、より良いものを皆さんに提供できるように頑張りたいと思いますんで、はい、本当、はい、なのでね、常にルピナスもピンチはチャンスってなってるでしょうし、私もピンチはチャンスでしょうし、そう、天の声さんもそうかもしれないしね、うん、まあ、みんなそうですよね、本当にね、そうです、みんなピンチをチャンスに変えて生きていくと面白いことが起きますね、はい、はい、ね、あれもう30分経ったのかな、そうですね、はい、ね、じゃちょうどいい感じで締めになりました、そうですね、はいはい、ピンチはチャンスで毎日過ごしてみるといいかもね、ということで今日もこれで終わりにしたいと思います。天の声さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、さてさて、皆さんもありがとうございました。また来週も見てね、ピンチはチャンスだよ、ありがとうございました。16, just arrived. A phone in your face lies before my eyes. What I mean, the